平野紫仕様、エルジャパン、表紙登場。LV、コレクションで魅了。ファンに勇気を与える新たな姿勢に注目。平野紫仕様が表紙を飾る、エルジャパンの2023年11月号特別版、ハースト夫人が放射、が9月28日に発売された。表紙の写真が公開され、9月19日にネット予約が開始されるなり、 一般社の EC サイトではサーバーがダウン。他のネットショップでも瞬く間に予約受付が終了。発売前から重販も決定し、28日の発売日には都内の一部書店などでは抽選販売を行うなど、平野の変わらぬ人気ぶりが伺えた。また、発売日に L ジャパンのオフィシャル YouTube チャンネルでは、平野仕様の挑戦。 まだ見ぬ世界へ旅立つ、と題して、本誌にも掲載された、ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトンの l v フォールコレクションのアイテムをまとった動画が公開された。そして10月4日には、同動画の再生数が100万回を突破。X、旧ツイッターではファンによる、いわゆるラジアパン100万回のハッシュタグが踊った。シンク一式の中に登場をする部屋。 光に照らされると視線を正面へ向け、長めの前髪の隙間から覗く瞳から大人の色気が漏れていた。淡いキャメル色のジャケットをひらりと広げ、内側の LV のアイコンを強調。モノグラムデニムジャケットという難しいアイテムもさらりと着こなす。爽やかなブルーから一転、鮮やかな赤のローゲージカーディガンをなびかせながら、今にも踊り出しそうな雰囲気。 派手なカラーやロゴに負けることなく着こなす姿もあれば、ブルゾンに B2 を合わせた平野らしいブラックコーデでは、より一層ミステリアスなムードが増していた。躍動感に満ちたドラマチックな約30秒。わずかな時間ではあるが、平野の現在の魅力が詰まった映像だった。その熱気は本誌でも、軽やかな体の動きはダンスを追求する平野ならではだろう。 来ていて楽しかったという彼の言葉を目にして全てが繋がった。今の平野仕様から伝わってくる戦闘モードと呼ぶべき姿勢。久々のメディア登場を果たした平野。過去にも単独で何度も雑誌の表紙を飾ってきたが、これまでにない表情や仕草を見せてくれた。 本誌のインタビューでは、ジタバタしても失敗してもいい、と語るなど、大きく構える今の平野のスタンス、心の持ち方が伝わってきた。現在26歳。幼少期からダンスを始め、デビュー前の10代の頃から大きな注目を浴びてきた。昨年に大きな決断を下ろし、今年は実際に一歩を踏み出す天気を迎えた。 傍らから見れば激動にも思えるが、インスタグラムでのファンとの交流や公開されたダンス動画からは変わらぬ人柄が健在。ただ、これまでと少し違って見えるのは戦闘モードとも呼ぶべき、より一層の覚悟が伝わってくるからではないだろうか。誰しもつい失敗しないようにと慎重になってしまうものかもしれない。結果的にうまくいけば問題はないが、 中途半端に終わったり、一度の失敗で諦めたり、時にはおじけづいて踏み込むことすらせずにチャンスを逃したり。平野は、ファンを勇気づけるような姿を、と語った。そんな彼の言葉を受けて、ファンとして応援しつつ、自らの人生も動かしていかねば、と、早速勇気をもらった人もいるのではないだろうか。少しずつ活動が見え始めたここ最近の平野 新たな知らせ、大きな知らせが届くのも、もう間もなくではという予感がする。